バトル、はい、取りますか。はい、じゃあ空っぽの深きですが、はい、向こうのフランキーから、今週の金曜日発生予定の卵たちを移してきます。さっきのやつだか。あ、そう、さっきのやつら、その前に準備かな。よいしょ。あ、またあれですか、シックスパックを書くんですか。うん、このシックスパックはなんか事前に用意しといてもいいかもしれない。うん、付箋がいいんだけどさ、こういう付箋売ってないですかね。あらかじめ6等分されてる付箋。ピンポイントすぎな、ね、使い道が。フリーハンドで描いちゃうからそんな手間でもないんですけど、いいよ。たまたまうちが使ってるカゴがどこだからいいけどさ。うん、こういうデザインの付箋があったらでも買いたい。はい、ね、暑いね今日。全国の文房具屋さん、文房具屋さん新商品開発お願いします。徐々にこの部屋も暑くなってきた。そうだね。やだ。右下。はい。それでは卵を持ってきますかね。はい。うん。どうしよう。これはただただ移し替えるだけ。そう、移し替えるだけ。移して卵の情報を書いていくだけです。よし、はい、皆さん前回の動画で見たでしょうか。操作ミスると爆発しますからね。そんな危ないものではないですけど。よいしょ、いいよ。これは移してもいいやつ。うん、卵移せば2つ持っていけない。あ、まあ、いっか。あ、いや移してもいいよ。まあいっか、3つ。まあまあ、往復するか知らんよ。いいよ。確か二十数個あったよな。そうそう、まあ、どうせこっちに置いちゃおうと思うんですけど、これでも安定性がちょっと不安が残るんですよね。ここのところね、うん、ないし。そこのレーザー優秀だな。そうだね、みんないい。なんかこの端打ちまでの間が一番デリケートっていう情報をどこかで読んでから、うん、なるほど。この作業がすごい怖くなりました。あ、私のせいでって。死んじゃうかもしれない。ごつん。うん、下にも乗るのか。もうそこのパーツ、あ、移しちゃう。いや、そうだね。あ、まあいけるか。お、はい、そこのさ、1個と1個乗っけちゃえば。そうだね、そうします。あ、怖いよ。え、
え、大丈夫大丈夫。手が。1個と1個。そう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 。え、これすごく重たい。ビッグなヒナが生まれそうな予感。はい。はい。よいしょ。いいよ。いいよ。さて、今のところこんだけのヒナが帰らんとしているわけでございますが、そうですね。いいよ。この間、孵化率が低くないですかとのコメントを動画でいただきましたが、あ、そうなの、ね、まあ、入れた卵は全てね、孵化するようだったらね、こうチトラ、ね、うーんその通り、その孵化のデータで一流することなく孵化率やっていけるんですけど、孵化率低いのかな、どこの、あれか鶏と比較してってことかな。よいしょ。まあ我々がね、こんだけ何丁寧に消毒だの温度調節だのやってるのにもかかわらずね、例えばこんだけ、でもそれは無水だの、これはもうあれなんだけど、俺らの健全なのクオリティのやつなんですけど、無精卵の多さはね、そう、まだまださ、こう有精卵だーってなっても、それがね、全部ヒナになって帰るわけでもなく、そうなんですよね。よし、では多分この間の動画のあの、なんだろう、四五盛りの多さ、あー、うんね、原因が本当に分かる方がいるならば教えてほしいな。ダチョウ界のエキスパート、なんかオーストラリアとかニュージーランドでずっとダチョウ牧場で働いてましたとか、そういう方がいたらぜひ、なんかね、どこだっけな、インスタ、ツイッター忘れたけど、うん、あ、YouTube かな、なんかメンションって機能あるじゃん、あるある、で、なんかダチョウの動画が送られてきたりするんだけどさ、おー、そのなんか俺らがさ、なんか足のなんだっけ、粘点のボックス作った動画みたいにさ、うん、うちの鳥の粘点どうやったら治りますかねっていうのがさ、外国の方から来てたよ、うんうんうん、いや、ごめんなさい、我々も知りたいですと。そうなんですよ、やっぱり日本だけじゃないんだねみんなそうなんだね、みんないる、でもその人の動画のやつはうちよりひどくなかった、うん、はい、このように一個一個書いて、ね、今のチビちゃんたちは粘点あんまり出てないし、本当になんか確率というか、その個体差なんじゃないかと思っちゃうんですけどね、足が悪くなる、そう、ずっと32番の親が原因などは何とか言ってたけど、いるから、いるから、そうそう、ちゃんと大きくなってるやつもいるんですよ。あとはなんだろう、ゴム床がいいのか砂がいいのか、うん、そのうち結果が分かりますけどね。今のところ砂の方でもやばいやつは出てないし、出てない、なんそれどころかみんななんかパクパク食べて大きく育って、そうそうそう、いい、砂をね食べまくるやつもいないし、いないですね。マニュアルに書いてあったのは本当だった。海外の 文献っていうか、もう完全にダチョウ飼育マニュアルみたいなのがあって、うんうん、オーストリッチマニュアルって言うんですけどそう、それに書いてあった、ダチョウの全てがそこにね。国が違うので全部当てはまるかっていうとそうでもないと思うんですけど、うん、まあ、日本のね、このね
高温多湿な夏はね。ね。人間ですらやばいじゃん。うん、海外から来るその何お客さんたち、うんうん、もう日本の夏はやばいと。ね。それ見ましたニュースかな。そう。インドとかさ、そこら辺のもともと暑いとこから来てる人たちもさ、うん、日本はやばいと。やばい。でしょ。そう、みんなこうやってね、殻にね穴が開いててもセロハンテープで塞げば生まれてくるんだよ。これそれもちょっとまだ怪しいけど確率低めな気はしますけど、まあ有精卵ならちゃんとね。32番、読み上げて最後に渡すスタイルにする？あ、お願いします。ちょっと待って。うん、お願いします。はい、6月の4日。はい。14パドック。はい。1366。1366。あ、なんか千じゃなくて113とか。あ、オッケーオッケー。ありがとうございます。はい、よいしょ。はい、行きまーす。はいはい。6月の13日。はい。32パドック。はい。1450。1450。はい。ああ、とても快適。あ、あとこの向きで届くんです。まあ、何か大丈夫だと思う。何かあるらしいです。行きます。はい。6月の9日。6月9日。45パドック。はい。1421。1421。はい。はい。はい、どうも。はい、6月の9日。はい。32パドック。はい。1467。1467。はい。はい。はい。あったかい。よいしょ。はい、うん。はい、6月の13日。6月13。32パドック。はい。1358。こんなところで落としたくないし。うん、はい、6月の14日。6月14日。はい。45パドック。45。はい。1423。1423。はい、はい、どうも。あと3つ。最初から個数が早かった。はい、6月の5日。6月の5日。32パドック。はい。1440。1440。はい。はい。ねえ、僕撮ってるだけじゃね、なんかね、お前もやれよって言われそうなんで。言わない。はい、6月の15日。6月15。はい。45パドック。45。1476。1476。はい。はい。はい、ラスト。ラスト。6月の7日。6月7日。45パドック。45。はい。1325。325。はい、ラストです。はい、ありがとうございます。はい、軽っていうか。軽って。なんか小さい。なんかあと冷たいんだよね、大丈夫かな。え、死んだ。ちゃんと生きてるかな。殻が分厚いだけだと思いたいんですけど。あ、温度を感じさせないほどの暑さ。そうちょっと謎の入れ方しちゃったまあまあ、いやもう来週までの
うん、来週って今週の金曜日ですね。あ、今週の金曜日生まれるらしいです。なんかもう2週間があっという間に過ぎていきますよ。本当に。週間どころかもうすぐ1ヶ月経った気がするよ。ね。7月が早い。はい、では終了。終了です。はい。空っぽ。バイバイ。